恐ろしい奴だ。仲間と共に一刻も早くこの犯人たちを優秀国に送り、後始末を進めますので、元凶殿はご安心ください。うん、よろしくね。ところで君は巡殺護衛隊の武官？見たことない顔だけど。ああ将軍の護衛ともあろう方なら、私のような下っ端を覚えていないのも無理はありませんね。それに私は出征部隊と一緒にラフに帰ってきたばかりでして、典礼が始まる前の治安維持のために臨時で派遣されたんです。犯人のことはお任せください。恐ろしい奴だ。正義は天の定めだ。おう、遠いところよく来てくれた。いやいや、大したことではない。こちらこそ、お前さんの出迎えに感謝する。将軍、列車のみんなを連れてきたんだけど。あれ、お客さん、もしかしてタイミング悪かった？いや、ちょうどいい時に来てくれた。請求列車の諸君、久しぶりだな。おや私の夢を見たのか。諸君の私に対する思いが改めて明らかになったな。いや、本当に。君たちに紹介しよう。こちらは泉州主命の食塩将軍、海塩殿だ。そうかしこまる必要はない。今回は将軍として来ているわけではないからな。普通の観光客と何も変わらん。海塩殿は定休に仕える将軍であるだけでなく、構造士の百夜でもあり、軍務はもちろんのこと、あらゆる技巧にも長けている。こうした年配者は天将の中でも唯一無二の存在だ。将軍だろうと百夜だろうと、ただの肩書きに過ぎない。わしは何度も辞職しているが、今は状況が変わったからな。元帥に再び召集され、職務に就くしかなかったのだ。結局のところは自分のせいだな。長生きすればするほど、わしが気に食わない奴も増える。そういう連中らから無理難題を押し付けられるのは避けられないことなんだ。お目にかかれて光栄です、海塩将軍。お目にかかれて光栄です、海塩将軍。かしこまる必要はないと言っているだろうに。今日のわしはお前さんたちと同じラフの客人だ。ケーゲン、この三人が前に言っていた剣木の危機を救ってくれた救世主か？ああ、炭鉱殿、三月殿、そして彼女の力がなければ、ラフは今回の災いを簡単に乗り越えることはできなかっただろう。陰月君の後世が再びラフに戻り、演武典礼に参列するとはな。機会があればお前さんと一杯やりたいものだ。お呼びとあればいつでも。と
ところでそこにいる子供は？私の弟子の元凶だ。まだ若いから護衛としてそばに置き、経験を積ませようと思っている。今回の演武典礼でもラフ運気軍の代表守人として各来訪者の挑戦を受ける予定だ。いい、実にいい。今日だけでこれほど多くの優秀な若者に出会えるとは、ここまで来た甲斐があったというものだ。ああそうだ、年を取ると忘れっぽくなっていかんな。こやつはわしの孫弟子の雲里だ。君は？ああ、あなただったんだ。こんにちは。なんだ、もう知っているのか。なら紹介する必要はなさそうだな。こんなところで会えるなんて、見つけるのにもっと手間がかかると思ってたのに。おお、気になる言い方だな。さあ、どうやって知り合ったのかわしに教えてくれんか。この子は聖坂で逃げた堀の囚人を鎮圧してくれたんです。それについては先にお礼を言いたい。ありがとう。でも君は現場を離れるとき、ついでに僕の秘剣を持って行ったよね。秘剣？ああ、どうして荷物の中に突然剣が増えたのか不思議に思ってたんだけど、あなたのだったんだ。そうだよ、せっかく再会できたんだし、できれば。それは無理。無理？この剣を返してほしいんだよね。それはいいけど、こんな風に簡単には渡せない。戦場で失った剣は戦場で取り戻すのが主命のルールだから。この剣だって同じ。空を飛んで逃げた堀人を撃つはずだったのに、持ち主が心を乱したせいで翼が折れたトビみたいに標的を見失っちゃった。それに私が剣を取って目標に命中するよう手助けしてなかったら、堀人はとっくに逃げてた。雲里さん、君は何も言わずに僕の剣を持っていった。それなのに平気な顔で持ち主に返すのを拒むなんて、どうしてそんなことができるんだ？ラフの剣士って所詮この程度なんだ。今なんて言った？あなたが正々堂々私から自分の剣を取り戻せば私だって納得する。でもあなたはそうしなかった。問題を矮小化してみんなの前で適当に剣を返せなんて言って。率直に言うけど、あなたは敵を殺して身を守ってくれる剣に敬意を払ってない。この剣にはふさわしくないと思う。君、もしかして黙って人のものを持っていくのは泥棒だって教えてもらわなかったの？どうしても剣を使えって言うなら仕方ない。今から1対1で。元凶。うん、それでいい。今日決着をつけよう。私は堀人みたいに簡単に倒せる相手じゃないけど。はあ、もうそれ以上喋るな。早く元凶君に謝らんか。おじいちゃん、一体どっちの味方なの？おじいちゃんは、おじいちゃんはどっちの味方でもない。ちょっとした誤解があるだけだ。謝るほどのことではない。主命で剣術と技術の頂点に立つ者は炎林八王という美名で世に伝わっている。そこに名を連ねる雲里さんは
確かに炎のような子だな。何が美名だ。どこぞの物好きな奴が運気軍にとって迷惑にしかならない巨名をでっち上げているだけだろう。運理はただの人見知りの激しい人付き合いが苦手な子供に過ぎん。すまないが多少の無礼は多めに見てくれ。諸君、私は海燕殿と話がある。客人と運理さんの旅館の宿泊手続きはひとまず現況君に任せる。後で時間を見つけてゆっくり話そう。請求列車がラフを危機から救ってくれたことについてしっかり感謝を伝えたいからな。そんなにかしこまらなくていいのに。もう何回も感謝してくれてるじゃん。どうやら間が悪い時に来てしまったようだな。三人とも許してくれ。そんなことはありません、海燕将軍。ほれ、行ってこい。これを機にしっかり元凶君の誤解を解くんだ。はいはい、確かに誤解は解くべきものであって深めるものじゃない。でもまだ旅館には行かない。レイサお姉ちゃんに会いたいの。ちょうどラフに着いたところで腰を落ち着かせるために手伝ってくれる人を探してるみたいだから。元凶、客人の案内が終わったら私の代わりにもう一度構造士に行ってくれるかい。カンパニーの船が襲われて押収されたそうなんだが、カンパニーの社員が船にある貨物を取り戻したいと抗議していると生族から報告があったんだ。私の代わりに彼らをなだめてくれないか。あまり強く出る必要はない。ただラフは彼らの権利を侵害するつもりはないとだけ伝えてくれ。了解、将軍。ここに来たのは無駄じゃなかった。主命に比べてラフは本当に賑やか。でも剣技に関してはラフの剣士の腕はいまいち。こんにちは。あなたは演武天礼に参加する選手？もちろん。運気軍が設置した演武台はよそ者でも参加できる。武徳を示すためにね。あと選手が選んだ守り人に勝てたら賞金と賞品が手に入るだけじゃなくて名声を上げることもできるんだ。どう？参加したくなった？それは部外者が主命の運気軍と構造士にいる私の兄弟子や姉弟子たちに対する呼び方。私もその人たちもみんなおじいちゃんの元で職人芸と剣術を学んだの。だから部外者は炎林八葉って呼ぶのかも。でもおじいちゃんの前では呼ばないで。前に言ってたんだ、中身が伴ってない名は人を傷つける、そして無駄な挑戦と争いを生むって。主命の剣士は全軍で勝つことを誇りに思い、個人で勝つことは良しとしないから。
私は用事があるから行かない。それに元凶はあんまりよく思ってないみたいだから。あなたの言う通り、私は実力で持っていっただけ。奪ったって言われるのはまあいいとして、泥棒扱いするなんてありえない。それにこの剣は今主人を恐れてる。自分の剣を大切にするって言っておきながら、それが今どんな状態なのかも分かってないのは一体どういうことか、逆に私が聞きたいくらい。もともと彼の剣を手元に残しておくつもりはなかったし、この機会に返そうと思ってたんだけど、考えが変わったの。被剣がかわいそうだから手入れをしようと思う。彼が「どうぞ」「こんにちは」「ありがとう」「ごめんなさい」を言えるようになるまでは剣を返すつもりはない。そういうことだから。先ほどは元凶が無礼な口を聞いてすまなかったな。いやいや、雲里のあの言い方ではどんなに鈍いやつでも怒るだろう。お前さんはちゃんと弟子を教育できている。若い頃のわしだったらその場で怒って切り捨てていたかもしれんな。元凶君はもうお前さんの悩みを解決することができる。だが雲里は子供のままで剣以外のことに興味を示さない。今回演武典礼に参加させるために雲里を連れてきたのは、あの子の見識を広めたかったからなんだ。炭子、うちてっきり泉州の将軍ってみんな軽減将軍みたいな感じだと思ってたんだけど、海燕将軍ってなんか痩せてて小さくて風に吹かれたら飛んでっちゃいそうな感じがするじゃん。あんなヨボヨボのおじいちゃんが本当に低級の天将なの？各泉州は同盟の中でそれぞれ役割があり、得意とすることも違う。低級の将軍だろうと全員が全員敵陣に突撃して戦うことに長けているわけじゃない。さっき将軍が言っていたように、海燕将軍はかつて主命で頂点に立つ職人だったんだ。ねえ、あんたはおかしいと思わなかった？そもそも泉州人って老衰するの？泉州ではめったにお年寄りを見かけないし、見かけたとしても泉州の外から来た人じゃん。でも海燕将軍は普通のおじいちゃんに見えるんだよね。あの人本当に泉州の将軍なのかな？当然の疑問だな。海燕将軍ならあそこにいるから直接聞いてみたらどうだ？やめとく、うち長生きしたいもん。なら行くぞ。将軍が元凶に俺たちの案内を頼んだのはきっと何か話し合いたいことがあるからだ。ここで時間を無駄にするべきではない。これが聖族さんが送ってくれた報告書か。どれどれ、はあ、はあ、将軍、カンパニーを説得しろなんて本当に難題を出してくれたな。いや、
試練まではいかないかな。雲気軍は戦術を学んだり武芸を極めたりするだけじゃなく、外交紛争を解決したりすることもあるから。ただ言葉を使った交流はどうしても戦場での武器を使った交流より難しくて、特にカンパニーの人たちはいつもあの手この手を使ってくるから本当に大変なんだ。悩むのは一旦置いておいて、とりあえずみんなを旅館に案内するね。演武典礼に海燕将軍が参加してくれるのはラフとしても光栄なことだ。しかしただの演武典礼に守名と妖精の将軍二人が同時に来たことを考えると、単に典礼を見ることだけが目的ではないのだろう。海燕将軍、今回の来訪は元帥からの命令があったからでは？軽言、考えすぎだ。言っただろう、今回は雲里に世間を見せに来ただけで、わしはラフの状況に口出しするつもりはない。あの妖精の将軍が何をしようとしているのかについてもわしは何も知らんのだ。覚えているか、お前さんが就任したばかりの頃、帝宮の天将の戦場はラフの外だけにあるわけではないと言ったことを。戦場に出て敵を撃ち、内部のいざこざを解決する、将軍という名に課せられた重さはその事業をはるかに上回るものだ。あれから随分経ったが、お前さんはよくやっている。だが先週人にとって長く生きすぎるというのは一種の呪いだ。人生で犯した過ちは常に闇の中で虎視眈々とこちらを狙っている。そしていつの日かこちらに追いつき飲み込もうとしてくるのだ。ラフで起こったことについて元帥は全て知っている。そして妖精の天劇将軍は奴はお前さんに用があってきたのだろうな。だがどうもおかしいな。なぜ彼女はこの場にいないんだ？妖精の天劇将軍は雷のように動き回り先手を取ると言われているのに、遅刻するとはあやつらしくない。海燕将軍、それは違います。我らが将軍はすでに到着していますよ。ただお二人も知っての通り、彼女は束縛を好まない性格なので。セーサーを降りてすぐに用があるから止めるなと言ってどこかに行ってしまったんだ。君たちが
先週妖精の使者か。天劇将軍の幕僚昇丘とモゼと申します。お二人にお会いできて光栄です。面白い。客人が直接主人を訪ねるのではなく人を使わしてくるとは、一体何を考えとるんだ。あやつが言っていた用途はここに来る以上に大切なことなのか。言ってみろ。ラフの林園郷に素晴らしい機関が増えたと聞いたので、その景色を見に行ったのでしょう。機関か。わしが通訳してやろう。ケイゲン、こやつお前さんに嫌味を言ってるぞ。カイエン将軍ご冗談を。僕は事実を伝えただけにすぎません。将軍はお二人をお待たせするのは良くないと考え、先に僕たちを派遣したのです。十分景色を楽しんだら将軍もこちらに来てお二人に謝罪することでしょう。まずい、ウンリに剣を返してもらうのを忘れてた。そんなのダメだよ。どの剣も僕にとっては宝物なんだから。将軍が止めに入ってなかったら、あの偉そうな口を聞く彼女に僕の剣法をちゃんと教えられたのに。そういえば僕の気のせいかもしれないけど、今日の将軍なんかちょっとかしこまってる感じしなかった？カイエン将軍が来てるからかな。かしこまってる？そう？じゃあ僕の考えすぎかもしれないね。いや、考えすぎではない。四神宮に入って俺は主命からの使者が主命の将軍本人であることに気がついた。ならおそらく妖精からの使者も天劇将軍本人なのだろう。絶対そうだよ。はあ、それがこの件の奇妙な点だな。一体何がおかしいの？その人たちだって列車組みたいに将軍からの招待を受けてきたんでしょ？演武天霊はただの祭りに過ぎない。他の泉州の将軍が二人同時にラフに来たとすれば、そこには何か別の理由があると考えるのが自然だ。彼らは剣木の災いに関する責任を問いに来たのだろう。責任を問う？薬王秘伝の悪者と反物質レギオンがラフに侵入して大暴れしたんだから、ラフは被害者じゃん。なんで被害者が責任を問われなきゃいけないの？丹数の反乱も元老の陰謀も同盟の他の将軍にとってはラフの一方的な言い分にしか聞こえない。しかも要となる証拠が一つ残されているとくれば、彼らにとってこの件は終わりのない災いにしか見えないのだろう。剣木。ラフが長い間抑え込んできた儒家の跡が蘇ったのは紛れもない事実だ。しかしその原因が反物質レギオンの陰謀なのか、ラフ内部の反乱なのか、将軍は本当に巻き込まれただけなのか、そういった疑念の火は一度燃え上がるとなかなか消えないんだ。はあ、うちって本当にバカだな。つい気ままで楽しい旅ができると思っちゃった。きっと請求列車は
どこに行っても不運につきまとわれるんだ。僕も将軍たちは純粋に天霊を見るために来てくれたんだって思って嬉しかったのに。そういえば今回主命の施設官に同乗してきた男子が一人いて、その人がロフの探偵士の新しい師弟になるって聞いたな。主命が人を派遣してラフの指定にする。前例がないわけではないが、このタイミングとなると。炭鉱先生の話を聞いてやっと背後でうごめいてる暗流に気づけたよ。将軍は今きっと大きな圧力にさらされてる。それなのに僕は少しも将軍の苦しみに気づけなかった。なんてバカだったんだろう。そんな風に思わないで。大人たちのことは大人たちが心配すべきことなんだから。それに今の元凶が将軍のために何ができるっていうの？あれ、うちもしかしてまた間違ったこと言っちゃった？美月さんの言う通りだよ。僕はまだ未熟だから今すぐ将軍の負担を減らすことはできない。でも将軍から任されたことは何だって精一杯やってみせる。さあ行こう。3人の宿泊手配が終わったら構造士に行ってカンパニーの抗議を処理しないと。すごく悩んでるっぽいとこ見ちゃうとやっぱりちょっと不安だよね。ねえ、うちらも一緒に構造士に行ってもいい？それはダメだよ。手伝おうとしてくれるのは嬉しいけど、カンパニーの社員は特に厄介だから、かえって列車に迷惑をかけることになるかもしれないし。安心して、カンパニーの相手なら慣れてるから。銃の赤心は知ってるよね。うちらその中の何人かと関わったことがあるのね。そうだよね。大口なんか叩いてない。アベンチリンよりすごい社員なんていると思う？いないに決まってるじゃん。分かった、先生たちが手伝ってくれるって言うなら僕も断らない。構造士に行ってカンパニーの人たちに会おう。うん。